はい、こんにちは。今日は2014年、東工大の問題です。問題はこちらです。n を3以上の奇数として、an イコール6分の1のシグマの k が1から n-1 までの、カッコ k-1、k、カッコ k+1、bn イコール8分の n2 乗 -1、トークと。カッコ1は an、bn は整数であることを示せ。カッコ2は an-bn は4の倍数であることを示せ。といった問題ですね。まずはカッコ1、an を整数。これはすぐ求まりますよね。これは3つ続いた整数ですので、ここは6の倍数になりますよね。2の倍数、かつ3の倍数で6の倍数。6の倍数のものをずっとシグマしていくわけですから、シグマした値っていうのは6の倍数ですよ。それの6分の1ですので、まあ、6の倍数を6分の1するので整数ですよ。ということで求めることができますよ。まあ、結局これカッコ2で an 計算するので、まあ、これ計算してしまいましょうか。an っていうのは6分の1のシグマの k が1から n-1 までの、まあ、これなんですが、3つ続いているので、次の数を追加したもの、つまり k-1、k、k プラス1、これの次の数、k プラス2っていうのを追加しましょう。引く、こっちの手前、この1個手前は k-2 ですね。k-2 にしたものを引きましょうと。そうするとこれうまいこといくんですね。こんな風にすると、こうするとどうなるかっていうと、これ結局、ここ k プラス2っていうのを追加したと。こっちが k-2 を追加しましたよと。で、残りの部分はこれ変わってないので、これでくくれますよね。そうするとこれ引くこれになるよと。これ計算するとこれ引くこれ。つまり4になりますよね。つまりこれの4倍ですよと。これ計算するとこれの4倍が出てくるので、これにするにはこれの4分の1してあげれば等しくなるよと。じゃあこれかける4分の1すると、結局ここは24分の1ですね。ということでこんな風になりますよと。で、そうすると、じゃあこっち側を、こっちが fk としましょうか。そうするとここ fk プラス1。この関係ですね。k を k プラス1にしたものがこれですよと。ということですので、これシグマすると k が1の時にはこれ f2 ですね。引く f1。で、k が2の時には f3 引く f2 ですね。で、3の時には f4 引く f3 っていう風になっていって、ずっといって、最後 n-1 までですから、fn 引く fn-1 っていう風になるよと。つまりこれ斜めのここの部分がブワーッと消えていくんですね。そうするとここまで消えるので、最初と最後が残るよと。じゃあ F1 はっていうと1入れると、ここ0ですね。ですのでこれも0で消えるよと。つまりこれだけが残るよと。Fn ですねと。これを求めると Fn。まあそれの24分の1ですから、An っていうのは24分の1の Fn ですので、n-2、n-1、n、n プラス1ということで求まりますよと。で、じゃあまあ Bn 整数だってことを示しましょうか。まあこれは合同式でやりましょうか。8分の n2 乗 -1 ですので、これが n2 乗 -1 が8で割り切れるよってことが言えれば OK ですね。ですので、n2 乗っていうのは n 今、奇数なんですけども、奇数ってことは、もっと8で考えたときに、8で割った余りは0、1、2、3、4、5、6、7のどれかですよと。ただ今 n は奇数ですので、1、3、5、7のどれかですよね。8で割った余りは奇数ですから、1、3、5、7のどれかになるよと。じゃあ今 n2 乗ですから2乗してみると、これ1、3、5、7だけ見ると1を2乗して1、3は2乗して9、8で割ると余り1ですね。5は25ですので、8で割ると余り1。7も49で8で割ると1ですよと。ということで奇数は全部2乗すると8で割ると余り1になるんですね。ということで n2 乗っていうのは、n が奇数であれば8で割った余りは1ですよと。ということなんで n2 乗 -1 っていうのはこれ -1 すると0ですよと。つまり8で割り切れますよということが言えて、これで8で割り切れるので BN は整数だということが示せて、カッコ1はこれでおしまいですね。で、続いてカッコ2なんですけども、 AN 引く BN、 これが4の倍数だということを言いたいよと。まあ、これは計算しましょうか。 AN を今求めたので、 AN 引く BN っていうのを計算しましょう。これ引くこれですね。で、これっていうのは24分の1の、これ n-1 n プラス1ですから、 n-1 n プラス1でくくり出すとどうなるかっていうと、an の方は今これとこれとこれ出したんで、n-2 ですね。引く bn の方は3ですね。こうなると。ここ計算しましょう。そうすると n2 乗 -2n-3 ですから、これ因数分解できて、n プラス1と n-3 ですね。こうなるよと。ということで、ここの部分っていうのはこうなるわけですね。n プラス1の2乗の n-3 と。こういう形になります。で、これが4の倍数だってことを示したいよと。
今両方これ整数なわけですよね。括弧1で。整数ですので、これは今整数になっているよと。ということは、これは今、24で割り切れるわけですね。24の倍数だと。すでに。でないと整数にならないよと。ここは24の倍数。で、24の倍数でこれで割って、さらに4の倍数になっているってことですね。それを示したい。つまりこれ24の倍数、かつ、さらに4の倍数になるということなんで、24×4 の倍数になっているはずだと。ここの部分。つまり、これ 8×3 ですから、32の倍数になっているということですね。32の倍数になるということが言えれば OK と。今、ここの部分が32の倍数。これを示したいよということですね。であれば、ここ8の倍数ですので、8で割って、さらに4の倍数になるよということが言えますよと。じゃあ、これを示しましょうと。で、これ今4の倍数っていうことを言いたいので、もっと4で考えましょうか。もっと4で考えているときに、n っていうのが、今3以上の奇数ですので、奇数は4で割った余りは、4で割った余りっていうのは、0、1、2、3のどれかなんですが、奇数ですので、1か3ですね。0、2の時にはこれ偶数になっちゃうので、1か3の場合を考えれば OK と。1か3の場合。じゃあまず、n が1の場合を考えましょう。n が4で割って、余り1の時はっていうと、まあ、ここに代入すると、n-1 はこれ0になりますね。n-1 は、n が1の時にはこう0になると。で、次、n+1 の2乗っていうのは、1入れると、1+1 で2の2乗ですから、4になるよと。4っていうのは4で割り切れるので、余り0ですね。つまり4の倍数。そして n-3 っていうのも、1入れると、-2 ですね。-2、4-2 ってことは、4で割って余り -2 ってことは、要するに 2余るよってことですね。4で割って2余る。つまり偶数ですよと。これは偶数。つまり2の倍数だと。2の倍数。で、ここは4で割り切れるよってことですから、4の倍数。4の倍数ですね、と。2の倍数、4の倍数、4の倍数ですから、結局、この3つをかけたものっていうのは、4×16×2 で32の倍数ですね、ということが言えますよね、と。ですので、n が1の時は、4で割って余り1の時には、32の倍数が言えるので、これで、24で割ってもさらに4の倍数だってことが言えますよ、ということで、OK ですね。じゃあ次。n が3の時も同様に考えましょうと。そして n-1 見てみると、3入れると2ですね。これは2の倍数だと。4で割って2余るってことは2の倍数。そして n+1 の2乗っていうのは、3入れると4の2乗で、まあ、4の倍数ですね。4で割り切れるので0。で、あとは n-3。これは 4-1 で、n-3 の時には3ですので、3-3 で0ですね。これも4の倍数。ということで、2の倍数、4の倍数、4の倍数ですから、かけると32の倍数ということが言えて、これも OK だと。つまり、奇数の時、n が今、奇数の時には、これが成り立つよと。4の倍数であるということが示せて、これでおしまいです。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。